高知の景勝地、桂浜。月の美しさが有名ですが、私たちは早朝に訪れてみました。夜明け前の桂浜です。桂浜から見る夜明けです。浜の高台からこの朝日を一緒に見ている人がいました。坂本龍馬です。時代の夜明けを担った龍馬、今でも遥か太平洋の向こうにある世界を見ているのでしょうか。夜が明けてからの桂浜は、夜明け前とはまた違った表情を見せてくれます。浜の先にある竜王岬。橋を渡って岬に上がってみることにしました。岬の上にある社、おみくじを引けるようになっていて、周囲にはたくさんのおみくじが結ばれていました。岬から見下ろす浜、力強い白い波が印象的でした。高知の文人大町慶月は、浜から見る月の美しさを歌いましたが、訪れる季節や時間によってさまざまな美しさを見せる桂浜。ぜひ一度訪れてみてください。